1953年頃、巣鴨プリズンには中庭を悠然と散歩する大男がいた。眉の太い大きな顔立ち、米軍の色背の薄いカーキ色のシャツに寝たばき姿だった。戦時中、東条の復官と陰口され、東京裁判でもいるのかいないのかわからないほど淡い印象しか残さなかったこの海軍大将の名前は島田重太郎である。その後も彼のように生き続け、1976年93歳の誕生日を前にして世を去った。同期のヒーロー山本五十六がソロモン戦場で倒れてから実に33年目のことで、彼の死を最後に海軍大将は残らず姿を消したことになる。海将秘書官だった岡本勲によると、戦争の最盛期には雨が降っても風が吹いても原宿の自宅から徒歩で明治神宮へお参りする習慣を欠かさなかったというか、島田のお宮参りは一層頻度を増したことになる。山積する激と辛労を癒す精神安定剤にもなっていたようだ。山本、島田、吉田善を塩沢浩一と4人の海軍大将を算出した。海軍兵学校第32期生192名が1ヶ月の繰り上げ卒業で江田島を巣立ったのは1904年11月である。島田と山本の2人は海軍大学講師学生の1年間を除くとすれ違いでほとんど会う機会はなかったようである。外国留学も山本がアメリカへ行けば島田はイタリアへ向かうという具合であり、性格的にもしっくりいく方ではなく、相許して語り合う間柄には遠かった。連合艦隊長官時代の山本は小学生の慰問文にも返事を書くほど筆まめで、クラスの友人たちと交わした書簡も多いが、島田に宛てた手紙はわずかで、それも形式的な内容ばかりだ。島藩はおめでたいんだから、と他の友人にこぼした手紙が残っていることから察すると、山本は島田に意見しても無駄だと諦めていたのかもしれない。海軍大臣と現場の最高指揮官が遠慮なく話し合える間柄であったら、対米戦の経過も多少変わっていたのではあるまいか。1923年から3年間、島田は海軍大学校の戦略教官をやった。学生には山口多門、福留茂、草加龍之介、石川慎吾、高木宗吉など春才が目白押しだったが、島田教官の評判は芳しくなかった。草加クラスは豪傑揃いで教官に食ってかかる学生が多かったが、島田は直接答えず学生同士を噛み合わせて行事役に回るという巧みな対策で切り抜けていた。少将から中将時代にかけて海軍部内は艦隊派と軍縮派に割れて争ったが、島田は無色透明の事務屋で投資だ。どちらの陣営も彼を引き入れようとした形跡はないが、海大教官時代の問答で見せた巧みな処世術が幸いしてか、次々に軍令系統の要職が転げ込んできた。さて、1937年末シナ事変勃発から半年後に、島田は軍令部次長を離れて第二艦隊司令長官に転じ、久々に海上へ出た。中央の数期を離れた4年間に内外の情勢は大きく変動していた。シナ事変未解決のままに日本は日独伊三国同盟を結び、欧州の戦乱に乗じて北部仏印進駐した。1941年春日米交渉が始まったが、その途中で日本は7月南部仏印に進駐、アメリカは石油を含む全面禁輸で報復し、日米関係は決定的に悪化した。岐路に立たされた日本は9月6日の御前会議で対米開戦の方向を決した。海軍も一応同意してのことだったが、及川海将以下の首脳部に確固たる見通しがあったわけではない。強硬派の東条陸将も不安になって、主役の海軍に自信がないのなら対米譲歩もやむを得ないと判断して海軍の真意を打診した。しかし及川は明言を避けた。永年にわたって対米軍備に巨額の予算をもらって、今さら自信がないとは言えないと師匠一人の表現で逃げる。かくてこの江内閣は10月16日総辞職し、翌日東条陸将に対米が降下した。島田は大臣就任を求められたが、任にあらずと固く辞退した。軍政に未経験だからという理由だったが、翌日海将と総長の2人に説得され、伏見の宮の勧告もあって引き受けることになる。前任の及川は無責任で、何の申し継ぎもなく金庫の中に書類があると言われ開けてみると、9月6日の御前会議決定を見つけ、島田は衝撃を受けた。進むも退くもままならぬという思いであったろう。艦隊派系に属したとはいえ、慎重で私心の薄い島田は、個人的には枢軸派でもなければ四川派でもなく貴船派に近かったと思われる。引っ張りの信念の持ち主だった山本五十六ほど率直寛明ではなかったにせよ、対米非戦の点では共感するところが多かったようだ。1946年2月に島田が記述した大東亜戦争に至る回顧によると、支那方面艦隊時代、中央に対して北部仏印進駐が年度で、それ以上南へ出るとアメリカは目視しないだろうと警告しているし、山本とも書簡を交換して同感同意をしていたという。10月27日の伏見の宮との会談は、迷っていた島田に最終的な決心を促したかと推察される。かねてから四川派に傾いていた伏見の宮は、速やかに開戦せざれば戦機を一層強く迫った。島田はとりあえず外交上の手段を尽くしたる上、国民に了解せしむるようありと答えて退出したが、3日後
5人の幹部を呼んで、この再戦争の決意をなすと伝え、海将1人が戦争に反対したため戦記を失しては申し訳ない、と付け加えた。では日米戦を決意した島田に多少とも勝利ないし腐敗の展望があったのかというと、むしろ逆だったと思われる節がある。11月1日の連絡会議で、東郷外相や加谷蔵相に問い詰められ、島田は、確たる生産ありとは言えず、見通しつかず、とか、自信なし、明暗なし、外交交渉見込みなし、リスクを冒して戦争を決意する、やむを得ず、と正直に告白している。彼の真意が非戦にあったらしいことは読み取れるが、ではなぜ海軍は反対と意思表示しなかったのかという疑問が出る。島田は後に、この段階で海軍が反対したとなると国内に内乱が起こる恐れすら十分ある。そうすれば元も子もなくなってしまう。陸海軍反目という最悪の事態を避けるために、やむを得ず同調せざるを得なかった。と釈明した。つまり非戦を公示すれば陸軍の強硬派と正面衝突になる。それを避けるには開戦やむなし。との論議だった。悲壮な覚悟で始めた対英米戦争だったが、真珠湾攻撃を手始めに初戦の作戦はトントン拍子に進み、戦勝気分が横逸したのもつかの間、1942年6月のミッドウェー海戦を転機として戦勢は下り坂に入った。勝っても負けても島田の淡然たる姿勢は変わらず、日課はハンデをしたように正確に繰り返された。島田が海軍大臣として留意したのは、陸海軍の協調を保つことであった。憲法上は首相、陸海相、両党水部長は対等の地位にあり、対立抗争が起これば誰もそれを収拾できない仕組みになっていた。特に島田は首相である東条の立場を尊重し、一国だった姿勢で対した。明治神宮参拝で行き合った後、茶店の縁台に腰掛けて語らう二人の姿がよく見かけられたという。東条の復官という悪口はこうした情景を見た青年士官の口から広まったのかもしれぬ。しかし戦局が悪化してくると、麗しい陸海協調どころではなくなった。1944年2月に東条首相が参謀総長を兼任。すでに陸軍大臣を兼務していた東条は、陸海軍の戦争方針を決定する軍令と、陸軍省と海軍省が行う行政としての軍政を一体化するという禁じ手を使う。海軍も同様の措置を取ってくれと頼まれ、島田も軍令部総長の兼任を決意し、憲法違反だと渋る長野を伏見の宮のお声がかりで更迭した。理論的にはやむを得ないとする指揮者は多かったが、くすぶっていた反東条運動には絶好の口実となる。島田は東条独裁体制を支える有力な右翼と見られていただけに、東閣運動はまず島田更迭工作の形でスタートした。高木宗吉が中心となって同志を集め防御を練り始めたのは1943年の末だが、過激派の神大皿は東条暗殺までもくろむ。6月、マリアナ決戦に大敗してサイパン陥落しかしとなると、海軍部内の空気は一層悪化した。島田はついに海軍大臣の方を野村直国に譲り、総長選任に退くが、1週間もしないうち東条内閣が倒れ、道連れにされた島田は、8月2日付で軍事参議官に転出、間もなく現役を退いた。島田家に米軍の MP が現れたのは、終戦の年の9月12日、東条が自殺未遂で米軍病院に担ぎ込まれた翌日のことであった。すでに覚悟していたか、下着と身の回りの品をスーツケースに詰めて待っていた島田は、MP がせき立てると、Be quiet、I don't suicide、とたしなめ静かに連行された。東京裁判の法廷では、あまり目立たぬ存在だったが、日本を戦争に導いたのはハルノートであると述べ、寺井の内定がたい証言に終始した。めったに笑顔を見せぬ島田だったが、武藤の日記に、死刑にならなかった人の部屋から、島田重太郎大将の嬉しそうな高笑いが聞こえてくる、という記述がある。生きられることがよほど嬉しかったのだろう。その後、海上自衛隊の練習艦隊総行会に出席して挨拶したことがあり、それを聞いた井上茂義は、恥知らずにもほどがある。人様の前へ顔が出せる立場だと思っているのか、とめきどしたという。1976年6月7日、冠動脈硬化のため死去、満92歳であった。